JFM、JFM などラジオパーソナリティとして活躍するキャンひとみさん。2022年前期朝ドラ、ちむどんどんの出演決定など、テレビドラマ、映画、舞台と、女優としても活躍しています。キャンひとみさんの昔、若い頃を今現在のラジオ等の経歴、夫、旦那、子供、息子など家族について、シャンソン歌手や朝ドラ、ちむどんどんについてなど、気になったので調べてみました。キャンひとみさんのプロフィール、名前、キャンひとみ、本名、遠藤、旧姓、キャンひとみ、出身地、沖縄県那覇市、生年月日、1960年3月23日。年齢、62歳、執筆時、身長、157センチメートル。血液型、O 型、学歴、立正大学文学部卒業、職業、ラジオパーソナリティ、フリーアナウンサー、所属、アニマエージェンシー、経歴、キャンひとみさんは、1960年3月23日、沖縄県那覇市に生まれます。立正大学文学部卒業後、1983年、出身地である沖縄の琉球放送に入社。アナウンサーとして活躍します。1989年よりフリーランスに転身、世界不思議発見や朝まで生テレビなど人気番組に出演します。2017年、56歳の時、テレビ朝日、ぽっちゃりママのダイエット奮闘記、2017年3月8日放送に出演。糖質 OK ダイエットで10キロ減量に成功します。自身がボーカルを務めるバンド、琉球歌人三姉妹のふるさと、沖縄でのライブを開くため、恥ずかしい姿を見せたくないという思いで、ダイエットに挑戦します。キャンひとみさんは、ラジオパーソナリティ、アナウンサーのほか、グループ、琉球歌人三姉妹、ボーカル千葉を中心にライブ活動、一人芝居歌劇、ライフ、女なび今を生きる栗山民也氏の演出による。などの活動もしています。また、女優としてテレビドラマ、映画、舞台に出演しています。最近では、2020年に、ドラマ、小滝兄弟と宿泊、テレビ東京系、で、渡辺手まり、岸井ゆきさんの母役で出演。2022年現在、主に千葉県の BFM、BFM のラジオパーソナリティとして活動しています。2022年1月現在のラジオ出演番組、RBCI ラジオ、琉球夜遊び、改め、琉球花物語、4放送中、パーソナリティ。ザ・ベイライン、15、現在放送中、ベイライン55、91、15、パワーベイモーニング、10、15、パーソナリティ。キャンひとみと里崎智也のザ・ベイライン、ベイ FM では、元千葉ロッテマリーンズの里崎智也さんと一緒に、月曜パーソナリティを務めています。過去のラジオ出演番組。オーレッジ、ナックファイブ、ベイ FM、FM 横浜、RBCI ラジオ。毎週金曜18時から19時放送、2003年4月から2006年6月30日まで放送。DJ はポカスカジャンとキャンひとみ、ブリヒャー。東京カラーランド、RBC ラジオ。毎週金曜夜放送。1990年6月1日、1991年4月5日まで放送。ブリヒャーは、沖縄方言で、大変だ、の意。シャンソン歌手、2021年4月頃より、銀座でシャンソンスペシャルユニットを結成、シャンソン歌手としてライブ活動をしています。銀座でシャンソン、スペシャルユニット結成。来月銀座デビューします。本日19時30分から、東新宿プチ MOA より、プレライブをツイキャスで配信します音符。チケット購入お願いします緑のハートぜひ、歌と面白トークをご覧いただければ幸いです。次ページ。キャンひとみさんの夫、旦那、息子について&朝ドラ、ちむどんどん。出演についても、家族、夫、旦那、息子は、
キャンヒトミさんの夫は、遠藤義彦、義彦さんといって、テレビカメラマンをしている方だそうです。2017年3月8日放送、テレビ朝日、ぽっちゃりママのダイエット奮闘記にて、家族が紹介されていました。番組では、高校生と大学生の息子、2017年放送当時、がいると紹介されていました。また、旦那さんの名前が NHK のドキュメンタリー番組のカメラマンとしてクレジットされていたという情報も見つかりました。046トランクルームもう一つの秘密の部屋。2014年5月30日初回放送、25分、撮影、遠藤義彦、長谷川聡、取材、丸山拓也、ディレクター、中村洋蔵プロデューサー、西島正子、制作統括、相沢隆義、制作、著作、NHK。朝ドラ、ちむどんどん、出演、キャンヒトミさんは、黒島結菜さんが主演の、2022年度前期の NHK 連続テレビ小説、ちむどんどんに出演します。ちむどんどんは沖縄の言葉で、ちむ、心臓が高鳴る様子のことで、沖縄の本土復帰から50年の節目に放送されます。106作目の朝ドラ作品で、沖縄から東京へと料理の夢を追うヒロイン、比嘉暢子、比嘉暢子と、個性豊かな4兄弟の絆を描きます。映画、パッチギ、リア朝ドラ、マッサン、野原大輔さんのオリジナル脚本作。語りは沖縄出身のジョン・カビラさんが担当します。キャンヒトミさんは、ヒロイン、比嘉暢子の生まれ故郷を彩る、沖縄の人々の一人、暢子たちの村に住む、新垣のおばあを演じます。新垣のおばあは、陽子たちの村のおばあ。母の優子、仲間幸恵さんを筆頭に比嘉家みんなと親しくしている、という役どころです。キャンヒトミさんは、一番喜んでくれたのは、沖縄の母ちゃんでした。この発表があるまで、本当に大丈夫なの、と何度も電話が、笑い、お前の歳になってもまだ仕事があるのか、と言っていた父ちゃんが、どんなにか天国で喜んでいるかと。この発表を見て、母ちゃんはカチャーシーを踊っていることでしょう。と喜びのコメントをしています。役柄については、女で一つで公設市場で果物を売って家族を養ってきた父ちゃんの母ちゃん、おばあ。やしゃごの面倒まで見て101歳で旅立った母ちゃんの母ちゃん、おばあを思い出しながら、大事に新垣のおばあを演じます。と意気込みのコメントをしています。ラジオ、女優、歌手として幅広い分野で活躍しているキャンヒトミさん。朝ドラ、ちむどんどん、などこれからの活躍もとても楽しみです。以上、キャンヒトミさんについて、でした。